はい、これ、ミミちゃんのお腹です、お腹。でもね、大体お腹さするとこで嫌がるからね、噛みつかれてしまうで。これがミミちゃんの背中ですね。虎猫もね、模様がはっきりしないのが多いんですけど、このミミちゃんはね、この背中の模様がすごくはっきりしててね、ただ残念ながらちょっとここがね、はれちゃってるんですよ。これ、子猫の時に、 飲み取りの薬にかぶれたらしいんですね。それでちょっとね、一部はけてるんです。残念なことに。でもね、背中はとっても綺麗な色合いです。え今日の啓発動画のテーマは、童話と宗教。で、特にね、えー、差別解明っていうのはね、実はなかったんじゃないかっていうことなんですよ。まあ、ぼち僕はもちろんね、別に宗教の専門家,専門家でもないし、何かあの、 神職とかね、そういう仏教の、えー、坊さんの資格を持ってるわけでもないので、まあ素人の考えではあるんですけども、今までね、いろんな過去の資料とか読んだり、で、実際部落行くとね、大抵僕は墓地行くんですよね。でもそうやってみてね、やっぱあれと思うことがあって、もし差別解明っていうものが存在するとしたら、これは辻褄が合わないんじゃないかっていうことに出くわすんですね。 例えば、このね、東本願寺の資料。えー、浄土真宗の場合は、戒名ってなくて、法名なんですよ。ただ、それでも法名にね、まあ、差別的と言われるような文字を入れたたっていう事例はあったそうで、当然、東本願寺も差別戒名の問題とは無縁ではないんですよ。まあ、正確には差別法名ということになるんでしょうけど。で、この仏の名のもとにっていうね、 東本願寺の学習テキストを見ると、差別解明というような話は全く出てこないんですね。で、じゃあなんでかっていうところなんですけど、この一番最後。奥付け見るとこれ1978年の本なんですね。で、えー、これは何を意味するかっていうと、 えー、童話問題に取り組む宗教教団連帯会議同連っていうものがあるんですよでこれは1979年に総統州の町田宗夫っていうね宗、えー、務,務総長が日本には部落差別はないみたいなことを発言してそれが問題とされて解放同盟から休断されたっていうことなんですね。でこのあとなんですよその差別解明を通ったらこう打たらっていう話が出てくるのには。 実は、その宗教と、特に仏教会とね、解放運動って、それはもう戦前から関わりあるんですよ、えー。水平社が大正時代に結成された時に、一番最初に、その、まあ、この、ブラック差別の解消に協力しろっていうふうに宗教界で言ったのは、えー、東本願寺、西本願寺ですから。ただ、その時のね、 それこそ大谷派のエタデラのリストなんか載ってるような資料なんか堂々と出版されてるんだけどその中にもね差別解明っていう話全然出てこないんですよで僕もよくね昔のブラック関係の資料なんか見るんですけどもやっぱその時代少なくとも1979年より前の資料で僕差別解明なんて話をね見た覚えがないんですよ、まあ、この辺ね実 あのぜひ違うんだったら読者の方に読者というか視聴者の方に指摘していただきたいんですけどもんだから差別解明をっていうのは実は1979年に総統集糾弾するためにその要は宗教とかね歴史とかそういうものを知らない解放運動家がでっちゃ出た話なんじゃないかと一番もつれたんじゃないかと。で それでもう,もう童話だからっていうことはみんな怖がっておかしいと思いつつももう坊さんも怖がってご了承されちゃったんじゃないかっていう気がしてるんです。で、なんでそう思うかっていうのは他にも理由あるんですよ。お墓を見てね、僕は一番ね、あれと思ったのが和歌山の和部カっていうね、部落に行った時にね、まあそこで僕もお墓見るわけですよ。で 差別改名ないかひときわうう目立つ墓があってそこにね川下って書いてあるんですよ川の下川の下って書いてあるんですね。で,でその時ふと思って「あれちょっと待ってよ」と。で差別改名ってねまあ僕は聞いてたのはその川とか汚れとかね地区とか土佐の戸とかそういう文字が入ってるものはええー 例えば、そのブラック民とね、区別できるのにわざと坊さんが入れたとかね、あと、ブラックの人間は文字が読めないのはいいことに、そういう悪意で差別的な文字を入れたっていうふうに言われてるんですけども、ただね、よく考えたらね、いや、海名どころか、その俗名実際、まあ生活する上で名乗ってる名前に、それ川とかね、入れてる人ってザラ、ザラなんですよ。で、僕は、えーね、 高校の時の同級生にね、テビくんっていう人がいたんですが手に代わって書いてテビですよ。で、そういう人がいて、その人もまあ名前にね、変わって入ってるんだけども、テビっていうね、苗字の文法をまあ改めて調べてみると、全然ブラフとは関係ないです。ブラックとは関係ない場所に分布してます。 比較、まあの核とかね。あとね、血って入った名字もあるんですよ。で肉って入った名字もあるしね、世の中には。土砂の土、土砂の土が入った名字も実はあるんですよ。中国系の名字なんですよね。で、あと、畜生の畜とかはさすがにないですけど、でもね、牛とかね、動物の入った名字って珍しくないでしょ。牛とか馬とか。うん、そういう意味では、まあ、畜っていう苗入った名字、日本に今のところないけども、だけど、 別にそれが入ってから入ってたからどうなんだっていう気もするんですよ。で、よく皆さんも経験あると思うんですけども、ある人はあると思うんですけども、解明にその生前の職業にちなんだ文字を入れる。で、僕もお墓をねめって解明なんとなく見てると、あ、これ多分この人こういう職業だったな。 だったんだなっていう感じでねなんか食料にちなんだと思われるような文字を入れてる人って結構多いんですよねそうすると例えば大昔ね暴露って言ってういう家畜を扱うような仕事をやってた人が家畜の地区っていう文字を、えー、皆名に入れたらそれ差別なのかって思うんですよねで 川とかね、川なんかなおさらですよ。川を使ってる人がね、別に海妙に川って入れたって別に何も問題ないでしょう。別に自分の食料につなんで入れるんだから。屠殺やってる人は屠殺の戸入れるのもね、別にいいと思いますよ。あと、千裸とかね、言、えー、うのも差別海妙って言われてるしそうなんですけども、えー、と日蓮だってね、自分のこと千裸だって言ってたのは、お坊さんの名前って面白いんですよね。その悪とかね、そういう 結構悪い字を入れてたりするんですよすよごいのはね「知山」って言ってね「知女」とかね「白地の地」あの「山いだれに知ってる」っていう字を入れたね。あれで「千,千山」っていう、ね、名前の人がいたりするんですよ。だから、まあ、どういう意図で入れたのかわからないけどもその侮辱的なね悪い意味の文字を入れるっていうことが。 必ずしもそれは人を侮辱するための差別するためのものなのかっていうと違うと思うんですよねそういう実例を見ると例えばまあ平安時代とか大昔だとねえクソっていう文字を入れるとえ子供の名前にっていう習慣がまあ昔あったそうなんですよねでこれは何でかっていうとそういう汚い文字を入れるとまあ悪魔が悪いものが寄りつかなくなると嫌 嫌がって。だから、そういう悪い字をあえて名前に入れるっていう習慣は日本でも昔あったわけですよ。で、実際今でもその悪い文字をね、苗字に入れてる人っていうのはいるわけなんですね。とすると、じゃあ、海名に悪い文字を入れる、うん。まあ、川とかね、そういうのは悪い文字とは思えないですよ。まあ、ただ、汚れとかね、そういう文字になると、うん、まあ、 確かにね、これは、えー、いや、実はいい意味なんだっていう言い訳は通じなさそうな気がするんだけども、ただ悪い文字を入れることが果たしてその人を侮辱するためなのかっていうと、それは違うと思うんですよね。だから、じゃあ実際どういう意図でそういう名前をつけたのかっていうのは、じゃあもう当時の人に聞いてみないとわからないし、差別的だっていうのも何かね、確たる証拠があるわけじゃなくて、 なんかその歴史学的なその宗教学的な検証っていうよりただのもう活動家のイチャモンっていう意見を出てないんじゃないかと。だからそうするとこれは重要なことで、うん、差別解明をね、あえてまあお墓が一掃するっていうのはむしろその個人とか当時の人の意思に反してるしね、差別をなくするどころか逆にね、 当時の人の善意を踏みにじってることになるかもしれないしあとはお墓の墓石に刻まれた文字っていうのもね立派な歴史的な資料なになるわけですからそういうものをね、まあ、過去の歴史をね破棄したり隠蔽するようなことにつながるので差別解明っていう問題を改めて考え直した方がいいんじゃないかなと。うん ということで、えー、まあ私の素人の研究ではあるんだけどもこういったことは是非是非ともですねあの宗教だとか歴史に詳しい方には研究していただきたいテーマだと思います。ということで今日の啓発動画でした。